幸です。今日は私の冬に着たい私服を着てきました。なのでちょっとみんなにねご紹介させてもらいたいと思います。かわいい。今日のテーマは何ですか？ですね、今年の冬はちょっとクラシックスポーティーな気分なんですよ、うん、こうやってちょっとあのクラシックな襟、うんうん、をつけながらも上はこういったスウェットでスポーティーにしたくって、うんうん、こんな感じです。かわいいスイードとね、うん、このスカートとかもすごい今年っぽくてかわいいですよね。これスカートどこのですか？これはリリーブラウンで、うんうん、この昔にアウトレットでゲットしましたいいねこの、うん、スウェットはどこのですか？このスウェットはスポーティー&リッチって言って、うんうん、海外のブランドで、うん、通販で買いました。ピンクも買っちゃいました。この襟合わせてるのがクラシックで可愛い。そう、可愛いですよね。なんか今年本当にどの服に合わせても、もう襟があればもう絶対おしゃれになるじゃないですか、うんうん、でなんかこういうこの襟、付け襟、三角とか丸とかもいいんですけど、うんうんうん、あえてちょっと縦目な感じにすることで、うんうん、なんか自分らしさ出るのかなと思ってこれにしました、うん、かわいい。なんか挑戦しやすそうでいいですね。いいですよね、うん、なんかちょっとあの襟をつけると子供っぽくなりそうで怖いっていう方はまずこういうので挑戦してみてもなんか良さそうだと思います。かわいいです。アウターは暖かそう。めっちゃ暖かいんですけどめっちゃ重いんですよこれはファセッタのもので、もう何年くらいだろう、3,4 年くらい着てて、めっちゃあったかいです。結構大きい。そう、結構オーバーサイズなんですよ。メンズじゃないですよね。両方です。メンズもどっちもいける。かわいい。なんかデニムに合わせれるし、うんうん、何のコーデでもいけるので、しかも今年結構デニム着てるじゃないですか、うんうん、だから確かに私っぽさもありつついいですね。感じです。スニーカーもスニーカー流行ってますもんね。みんな大好き、あのナイキのエアフォース、うんうん、でもうこれは私は4代目4代目?4足目ってことですか？4足目です。もう同じやつ。へえ。めちゃめちゃ履き潰して、それで、ね、ちょっとね交換させてもらってますいいですね。こんな感じ。靴下はユニクロです。みんなもみんなも真似できる。いい丈感いい丈感ですよね。かわいいです。こんな感じです。めっちゃ寒い日はちょっとあの肌色のタイツとか履いてなんとかしますはい、以上さっちゃんの私服でした。バイバイ。今からマリアの私服を紹介します。じゃあ今日のコーディネートのポイント教えてください。はい、やっぱりこの秋冬もセットアップを着たいなと思ってセットアップにしたのと、またニットのセットアップっていう部分と、うんうん、この萌え袖も結構表になるんじゃないかなって思います。この上下どこのですか？これはスナイデルさんのです。かわいい。形がすごい綺麗で、うんうん、一目惚れしました。これブーツはショートブーツ合わせて、かわいい。ピンヒールかわいい。スタイルアップ、スタイルアップですね。しかもここに大ぶりのリボンっていうのも大人っぽくって、うんうん、なんか甘いんだけど甘すぎずできてるのかなって思います、うんうん、大人っぽい、かわいいです。ゴールドのボタンもポイントね、レディー、レディーね、かわいい。ありがとうございます。じゃあ今ビビンの私服の撮影中、そうです、はい、なんですけど、今からアリサの私服を紹介してもらおうと思います、はい、お願いします。お願いします。はい、今日のコーデはちょっとくるりもありますね、うん、はい、こんな感じで、うん、なんかこうよもぎ色のシャツかと思いきや、うん、まあ、シャツはシャツでも、ね、めちゃめちゃ大胆な、なっている、ね、でもすごい可愛い。で、あのなんだろう、リボンつけたり、ちょっと大人パリジェの意識な、うんうん、私としてはコーデになってます。はい、はい、かわいい。ちなみにじゃあそのトップスはどこのブランドのやつ？ロザリーです。ロザリー、ロザリーで、これデニムは R330 さんの、
デニムで、めちゃめちゃそれ綺麗だよね。シルエットがすっごい綺麗ね。足がなので好きに迷ってる方はぜひ、うん、って感じです。アリサが履くとさ、足8割ぐらい足になるもんね、これ、うん、めちゃめちゃ綺麗。バッグはセリーヌのミニバッグです。はい、かわいい、はい、で、じゃあブーツ、ブーツもセリーヌ、ブーツもセリーヌ、はい、こんな感じです、以上、ヤギの私服でした。